フランドル地方のベギン会修道院群は、ベルギーにあるユネスコの世界遺産の物件名。ここでは仮に、修道院と訳されているが、言語はオランダ語、ビガイ・ウンハフであり、その歴史を振り返ってみても、従来の修道院ではない。オランダやベルギーに残るベギン会のうち、フランドル地方の、計13件がまとめて登録された。ベギンホフが修道院と誤って訳されている。 理由としては、最も著名なブルージュのベギンホフが、本来の居住者を失った後、ベネディクト会の修道所によって買い取られて、現在修道院として活用されていることも、預かっているとみられる。ベギン会は、北西ヨーロッパに後半に見られた信仰をベースとした、互助会のようなものから出発し、その成員であるベギンと呼ばれる、半性半属の女性たちの生活の場であった。 ベギンホフを形成するに至る。ベヘンホフは、ブルージュなどでは、木々の茂る中庭を持ち、外界から隔絶された別天地を形成して、都会のオアシスとなっていた。敷地は、総じて相当大程度広く、都市の中の都市と呼称されるほどで、内部には、居住用家屋のほかに、専用礼拝堂や、セリ院インなど、複合的機能を持った家屋が含まれていた。 世界遺産の登録にあたっては、ベヘーンホフが地域に果たした文化的意義とともに、当時の都市計画や建築文化とも結びつきが深いことなどが評価された。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。フランス語綴りはユネスコ世界遺産センターによるもの。フランドル地方には、世界遺産登録対象以外にも、 北京会修道院の残る都市はある。以下では参考までに登録対象外のものも含め、北京会修道院の残る都市を列挙する。上条敏子、単身女性の住まい方は中世、北西ヨーロッパにおける、北京の居住及び、組織形態、赤坂主一、柳谷慶子編、ジェンダー史総書代発刊生活と、福祉明石書店、2010。 ピアニッシモ、193から230。上条俊子、ベギンホフ、森洋子編、図説ベルギー美術と歴史の旅、川で処防震車、2015、ピアニッシモ、35から36。登録リスト、英語登録名は記載されていない。ありがとうございます。